こんばんは。今日コメントくれた方がいて、多分だけど、以前さ、なんだっけ、ミクシーってあったじゃない。多分そのミクシーやってた時の時代の人だったと思うんだけど、なんかね、テルさんって、ラルゴに乗っていたテルさんですか？っていう、そういうコメントをね、ちょっといただいたんですけど、お返事をする前にコメントが消されていてですね、返事ができないんで、もしこれ見てたら、また気になるので、ぜひコメントください。そうっすね、多分、いや、多分っていうか、そう、フルエアロの結構車高としたラルゴを乗っていたことがあって、そうですね、多分俺はそのテルですね。もしよろしかったら、名前付きでコメントいただけたら、すぐ俺も誰かと分かると思うんで、ぜひよろしくお願いします。誰だろう、すんごい気になる。多分ミクシーやってた人だと思うんだよな。その頃だからね、ちょうど俺がその日産のミニバンのラルゴをフルエアロで車高として、結構光もんとか結構入れててね。そう、もう夜になると走るイルミネーションみたいな感じのラルゴを乗っていました。今ラルゴなんて見ないよね。当時はね、結構人気があって、そう、乗ってる人結構そこそこいたんだよね、当時はまだ。まあそんなわけで、これを見てたら是非こちらにまたコメントください。間違いなく多分そのテルです。はい、それではよろしくお願いします。